やってきたのはほんの数人の客。吉村屋だったらすでに行列ができていたはず。津村さんの表情も硬くなっています。腕前の方だけはみっちり鍛えられて自信ができました。チームワークも万全。あとは客さえ来てくれれば。心配したのもつかの間、店内はいつの間にか満員に。4人に活気が出てきました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おはようございます。ありがとうございました。美智子さんの顔も明るくなってきた。まだ開店から15分。それでこのにぎわい、もしかしたらうまくいくかもしれない。お客さんたちは黙々とラーメンをすすっています。がぜん仕事が忙しくなってきました。ありがたいことに吉村屋の常連がそのまま移ってくれたのでしょう。そう、みんなこのラーメンを期待してくるのです。おや、店の前に行列ができ始めました。店内もご覧の通り。今度は石川さんに麺揚げをバトンタッチ。なんとか無難にこなしているようです。その頃、店の前に1台の車がやってきました。どこか見覚えのあるような車。あ、やっぱり社長だ。心配して見に来たんです。でも店の中には決して入ろうとしません。あっという間に時間が過ぎ、そろそろ閉店の時間。気になるのは売り上げです。用意したのは450人分のラーメンだったのですが。最後のお客さんを送り出します。まずまず順調な滑り出しと見えましたが、果たして結果はどうだったのでしょうか。不安と緊張の一日が終わりました。思わずへたり込んでしまう。社長はまだいました。気づいた美智子さんたちが報告に来ます。バッチリ450人分およそ30万円売り切ったのです。なったの。虫眼鏡やろうか。なったの。よかったね。すごいじゃん。これお前、この反動は怖いぞお前。だけどこれが励みになるだろ。はい、そうだろ、はい、もう疲れたってもしょうがないじゃん。もう、もう今日旦那も風呂入ったらもうすぐ寝かさして、はい、もうビール飲まさせて寝かしちゃいよ。はい、絶対良くなることダメだよ、はい、もうこれが半年間続くよ。はい、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、津村さんと石川さんも店から出てきました。もうちゃんとあれだぞ、はい、ありがとうって言って、はい、奥さんに感謝しないとダメだぞ、はい、もう社長は私と同格だから何にもないよ。言うことない。頑張って、はい、おやすみなさい。どうも社長、ありがとうございました。ありがとうございました。自転車。はい。じゃあお先に失礼します。人生やり直し組のチャレンジ、初日は大成功でした。帰っていく二人の姿を社長はいつまでもいつまでも見送っていました。なんだかもうあれだな、感無量だな。ああいう姿見てるとなんか自分見てみたいだな。鬼にして仕置き続けた甲斐はあった。さあ今度は社長の番だ。10月1日横浜駅西口の吉村屋、いよいよオープン。さすがです、初日からこの行列。広々とした店内はお客さんであふれんばかり。社長もフル回転。店員を怒鳴りつける暇もないほどの忙しさです。何をやってもうまくいかなかった青春時代、
それを変えたのがラーメンとの出会いでした。誰にも負けない味とこだわりでのし上がってやる、その気迫が客を呼び、破天荒な生き様と商売術に惹かれて弟子入り志願者が続々と。自分がダメ人間だったからこそ叩き直してもやれる人生再生工場吉村屋、ラーメン一杯にかけた人生、吉村社長の挑戦はまだまだ続く。